はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の幸せについてですね。作詞作曲は坂田治お兄さんですね。今回は雄一郎お兄さんとマヤお姉さんが途中から出てくるような形でスタートしましたね。こういう形ちょっと珍しいのかなと私個人的には思いました。そして雄一郎お兄さんとマヤお姉さんの髪型ちょっと変わっていましたよね。私はちょっとそちらが気になったりもしましたね。この歌は今までのお兄さんお姉さんたちも結構歌ってきていますよね。皆さん抜けがなく歌っているので、お母さんと一緒では定番の曲ということになるんでしょうかね。はい、今日はお母さんと一緒の幸せについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。